平野ノシ VS、魂、で、特別な存在としての彼女の存在が発覚。好きすぎて、とてれずに告白。フジテレビ系列のバラエティ番組、VS、魂、キャプテン、嵐の相葉雅紀が、9月9日に放送されました。この回では、番組レギュラーのキング・アンドプス、騎士ータと平野紫耀が、 キング・オブ・キングズ・バトルという対決を行いました。この企画では、どちらが真のキングなのかを3番勝負で決めるというもので、前週の放送では17メートルの高さからマシュマロを口で受け止める超高層マシュマロキャッチ対決が行われ、騎士が威発で成功し、初戦を制しました。その日の最初の対決は、車庫入れテクニック対決でした。 挑戦前、進行役のお笑いコンビノンスタイルの井上祐介から、免許はどっちが早く取ったのと聞かれ騎士は僕の方が平野より年齢が一個上なんで、21歳くらいで取った。多分、同じタイミングくらい、と明かし、平野は苦笑いしながら、僕、18歳、全然18で取ってます、と答え、騎士は驚いて目を丸くしました。 さらに、運転頻度について尋ねられた平野は、普段から運転します。車大好きすね、と告白しました。騎士によると、プライベートで平野の車に乗せてもらい、キンプリメンバーで一緒に遠出したこともあるそうです。平野は、騎士君と2台でツーリングみたいなことも行ったことがある、とも明かしました。そんな平野の運転技術について問われた騎士は、正直、 隣に乗っていても安定感がありますし、ブレーキの時も徐々に優しくソフトに止めてくれるんですよ。そういううまさがありますね、と絶賛しました。すると平野は車が好きすぎて、車を彼女だと思って運転してますから、と恥ずかしさもなく話していました。対決の結果は、大の車好きである平野が騎士に40秒差をつけて圧勝しました。 さらに行われた英語力を試す対決、イングリッシュクイズショー、でも平野が制し、3番勝負は2対1で平野が勝利しました。この結果に騎士は、もう一回やりたいっすね。ボロ負けですよ、と悔しがっていましたが、平野は、対決と言っても、なんだかんだ心の中では、騎士くん頑張れ、と思ってしまう自分がちょっと悔しかったです。 ね、と自分が対決相手として戦っている一方で騎士を応援していた自分がいたと告白しました。これに騎士も応援しちゃうよね、と頷き、平野はすごくいい企画でした。絆がまた深まりました、と次回への意欲を示しました。この放送についてネット上ではプライベートでドライブって仲良すぎ、勝負しながらもお互い応援できる関係性っていいな。 からこの企画もっと続けてほしい。との声が寄せられています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。